元 WBA 世界ライトフライ級王者のトカシキカツオシ63が自身の YouTube トカチャンネルを更新。年末に WBC&WBO 世界スーパーバンタム級王者井上直也、大橋と4団体統一戦を行う WBA&IBF 世界同級王者マーロン・タパレス、フィリピンの過去の試合を検証した。 トカ敷氏が参考にしたのは11回慶応負けした2019年12月の岩佐良介戦、2回慶応勝ちした2021年12月の手志河原博明戦、そして現在の2団体王座を獲得した今年4月の室城ジョン・アフマダリエフ戦。手志河原戦についてトカ敷氏は、手志河原はスピードもあって好戦的で変則のやりにくさあるはずなのにいいところ出せなかった。 タパレスは上半身柔らかいので当てにくい。パンチもあって当て感もある、と早速警戒した。岩佐戦は、体絞れてない。減量失敗してるね、と指摘。アフマダリエフ戦は一転して、体絞れてるから動きがいい、と評価した。トカシキ氏は太りやすい体質のようだが、調整がうまくいった時のタパレスは怖い、と結論付けた。いい時と悪い時の差が大きい、としたが、 世界を狙っていた大森翔平や勅使河原ら日本のホークを早いラウンドで KO したパンチ力は井上といえど侮れないと指摘した。